どうも、ラビットラの松本です。渡辺です。さあ、はい、記念すべき100本目なんですけども、はい、普段ね、はい、やってる吉本興業の、はい、本社の会議室を、はい、なんと、はい、飛び出しまして、そうです、ただいま僕たちは、はい、松田の CX5 の中にいます。松田 CX5! 松田 CX5! 解放解放だ。100回目にしてやっとね部屋を飛び出してですね、ね、これはもう我々だけじゃなくてですね、はい、スタッフさんもですね、はい、ちょっと気持ちがこう和んでると言いますか。そうですよね、はい、やっと抜け出せるという、アラジンのジーニーの気持ちです、ね、あの魔法のランプからそう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 、ワンワンワンって出てきて、はい、いやいいじゃないですか。まあちょっとね、はい、まあまあ車乗って、うん、まあブラブラしようかみたいな、そうですね、うん、感じなんですけども、まあ今日はですね、はい、とりあえずその100本目ということで、はい、まあまあ、うん、なんていうんですか、うん、100本目まで来ましたけども、うん、まあどうですかということですよ。そうですね、この間もそんな話したな。でもな、そうやね、総括でのそんな話をしてんのやってるから。そう、これなんなん、一回叫んどくわ、うん、松田 CX5! なんで車種名叫ぶん。ごめんなさい、叫ばずにはいられなくて。言うことなさすぎたやん。いやだって車乗ることなんてないでしょ。まあね、そう、それがやっぱりこうテンション上がる、ね、テンション上がるよね。だってこれ CX5 ってこう全側、そう、すごいよ、全本側、これ見てこれ、え、このこれ、うーわ、た全部黒いだけのティッシュ、やらしい。やらしい。何のメーカー名もない。やらしい。うちのね、あの協力してもらってる、はい、作家さんの車なんですけども、借りてね、稼いどんな、やっぱ、いや、やっぱ違いますよね、ほんまにね、こう YouTube でね、うん、儲けてね、うん、こんなん買えるようになれたらいいなと思います。そうね、これ買えたらもう気持ちに余裕があるってことだからね、ほんまに。そう、これ買いたいわ。で、100本やってきましたけど、はい、やっと、うん、言ったらもう外出てきてるじゃないですか、はい、言っても全然仲やねんけど今。いやこれ車の仲やねんけど。いやでも僕はあれですよ、ただ狭なってるだけやねんけど。僕はでも拗ねてますよ、その、他のところでなんかちょいちょい外出だしてるでしょ。いやだから、もうみんな腹立つわ、だから強行突破やねん。腹立つ、もう一回言おうわ、松田 CX5! だからみんな無理やりやってんねんて、絶対無理やり、うん、ほんなん意外といけたみたいな感じやったんよ。だからその社員さんの気抜いてんの今、え、気抜いてる感じ今、時間、そのなんていう、忙しいからもう忙しい、構ってられへんの。その取るな取りたい、取るな取りたいみたいな、なんかそういうせめぎ合いあるやんか、うん、うん、そんなんもう飽きてきたってこと、向こうな、何がどういうこと、その外で取るなみたいなこと、取ったあかんぞみたいな、うんうん、厳しいビヤーンって言われてたやんか、うん、もうちょっと忙しなって、そんなん言う暇もないし、うん、なんかもうやってもてんねやったら、もうほんなんもうやりや、いや、気づいてないだけ。いや、アホなんや。アホなんや、他のタレントが外でやってるの気づいてないだけ、うん、外、みんな中でやってると思ってる、興味ないってこと。だから我々もいけるんですよ、ちゃんと、うん、マスクしたりとか、こういうのしたりとか、それはね、ちゃんとやってますよ、したら、はい、ちゃんと予防してたら大丈夫ですよっていうことなんですよ。そうなんだ、から結局いけるから、うん、腹立つとか、その言わんと、前向きにね、いやでも腹立つ、それ言っても何にもなれへんから。そう、何にもなれへん、だから今回ね、これ外出てきて、うん、第2章ですよ、言ったらね。そうやな、そう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 、だからね、その心機一転ね、え、じゃあ200本目までずっとしゃあないってこと。そう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 。毎回持ってきてください。毎回俺らは車の乗れんので、300本目からようやく外ブラブラできる。しんどいなぁ。だから100から200までが一番きついかも、動かれへんから。そうやな、そうやな、だって外で出られへんから。え、中から撮るだけ、外をな。いやいや
会議室行きたいなってなるんかな。そうなってきたら会議室がいいってで言われるマネージャーに、会議室の方が良かったでしょだから言ったじゃないですか。それでか。そう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 、それでなんか、まあだから今日ね、まあどこ行くのかねちょっとまだ言えないですけども、そうですね、そうですね、まあいろいろねこれからできていったらなと、はい、もちろん会議室でもやりますし、はいはい、外でも出ていきますけど、うん、だからもうほんまに第2章なんで。キャンプとかもしますか？キャンプはしたくないないやいや、なんでよいやいや、あなたの 特技じゃないですか。いや、得意なだけで好きではないからいやいや、小学校の頃に、うん、ボーイスカウトやってて、そうそう、毎週やらされてただけやからただバカず踏んで馬なっただけやねん俺。でも最近やってないでしょ、キャンプ。やってないっすよ。いい季節じゃないですか、暑くもなく。あ、そう、今は一番いいかもしれないな。寒くもなくさ、朝ごっかやね、絶対今めちゃくちゃ寒なる、朝山の上、朝の山はもうやばい。そうやな、うん、で今が一番いい。真夏よりでも、うん、秋キャンの方が。秋キャン、うんベテランやな。秋キャン、春キャン、秋キャンって言うんや、うん、の方が、うん、多分気持ちいいから。そうね、うん、だからこう虫も減るしマイナスなことがないっていうだけの話。そう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 、プラスのことはないしかない。夏一番きついからキャンプ。そうか、うん、でも一人でキャンプもできるんでしょ。一人でやったことありますよ。面白い。いやいやいや、もう気が狂いそうになった中学生、高校生か、うん、高校生の俺はもう発狂してたもんな。最近なんかあのやるじゃないですか、みんな一人キャンプとか、うん、そう、キャンプも結構なんかブームらしいですけど、そんなんもあれですよ、おしゃれな、おしゃれな、うん、再生回数がグワーンって上がるよ。いやーでもいいよな。でもあんな快適なキャンプじゃなかったもんなだって火起こすのとかでも、うん、みんなちゃんとしたなんかかまどみたいなのになってる装備とか、うん、はいはい、その火がつきやすいものとか、あと椅子とかテーブルとか、うん、テントの中のそのついてる装備とかもそうやし、うん、すごいほぼ家に近いぐらいの感覚でやりはるやんみんな。そうだね、俺らなかったから。そんなだから最新の機器があったら椅子とかなかったもん。平べったい石拾ってきてその上座るとか地べた食座りとか、そのあれやん、その荷物を減らすためのそういう作業やんか。そうで6人用のテントで8人寝てたから当時ボーイスカウトそれはもう全部昔の話。今はもうで先輩に逆らったら、うん、お前テント入んないと外で寝ろってむちゃくちゃ言われんねやんか。それは昔の話やし、ボーイスカウトの世界だから楽しくないねんキャンプ。そんなことないよ、生きるか死ぬか今はあと腐った茶飲むとかのもうその水分ないからいやいや、ちゃうね、水筒の水、水筒のお茶持っていくねんけど、うん、思い出がひどすぎる思い出が夏場やからその水も貴重なわけよ、うん、買いにも行かれへんし、買いに行こうや、俺沸かすしかないから、うん、で、お茶は大事やねん。で、ちょびちょび飲むねん。自衛隊員の。それがいい。お茶が大事とか言いたくないねん。レンジャー部隊と一緒やねん。そのガブガブ飲んだらあかん。自分で考えてちょっとずつ飲めみたいな。あ、そうだな。だから1日なんか余裕でな、飲みきらへんのよ。配給が決まってんねん。そうそうそう。で、2日目とかも飲む。うんうんうん。から、うんうん、次の日余裕で腐るわけやん、夏場なんて。そう、水筒もそんなに。水筒、その、魔法瓶とかじゃないから。魔法瓶じゃないの？いや普通のあの1リッターぐらい入る、わかる？なんか軍人さんが持ってるようなスーパーで、はい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 、あんなん持ってたやん。そうなんや。そうそう、めちゃくちゃ入るやつな。ただただ重たいだけど。そう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 。ほんでそれを飲むねんけども、2日目なんかもうスーパイスーパイ。でもガバガバ飲んでたから。お腹ビービーなった。いや強なんねん。強なんねん。腹壊さんくなんねん。マジでごめんあのそんな話じゃないですか。違う、さっきからずっとそのエピソードを話してくれてるけど違う、今はそんなんじゃないよっていうのをね。そうやな。そうそう、だから余計多分より楽しめると思うのよキャンプも。まあね、うん、じゃそういうこともできていけるからね。いけるからね。そうそう、幅は広がっていきますから。はい、はい、もうゲームやらんでええんや。もうやりますよゲームゲームやりますよ。オリジナルゲームもやらんでよくなるから。車何色が多いかとか調べる
どうなんねんそれ。車何色が多いか。白やって。白かな。白やろもう大概もう。シルバーちゃうかな。ちゃうかな。なんでそんな。まあまあ。うん。あと番号を4桁適当に変えてその番号を見つけるか、ナンバー映されへんやん。他人の車のナンバー映されへんけども、それはやっぱりそのリアクションでわかるやん、あ、ほんまに見つかってんなっていうの、うん、3246、3246、うん、な、楽しそうやな。どこかやねん。めちゃくちゃ楽しそう。どこかやねん。明日から第2章始まりますんで、うん、そうですね、皆さん、はい、交互期待でございます。これでもかってぐらい車内で撮りますから。よろしくお願いします。また飽きられんねんそれ。ということで、はい、今日はここまでですね。はい、はい、ということで、うん、スペシャル100本目トークは車内トークでございました。はい、ありがとうございました。いけー。